天川しずきのゼロからでも OK お絵かき講座。3D デッサン人形を下絵にイラストを描いたからおかしいところはないはずなのに太ももに違和感を感じる。そんな違和感を感じたことはありませんか？今回は簡単に描ける太ももに関してお話ししたいなと思います。前回の女性の姿勢でも話しましたが、グラビアアイドルの写真などを参考にしている場合、描ける濡れる方が多いです。概要欄に URL がございますので、そちらもぜひご覧ください。今回は 3D デッサン人形の姿勢は関係ないので、デフォルトの姿勢のままお話しいたします。クリスタの 3D デッサン人形には、立体感をわかりやすくするために線が描かれています。太もも中央の線のあたりに光が当たっています。ですが、実際の太ももの光の当たり方は真ん中ではないんです。胴体と太もものつなぎ目の外側付近から内膝に斜めに骨があり、この骨に沿って光が当たります。イラストで描くと、左側が 3D デッサン人形を元に下書きしたイラスト、右側が太ももの骨格を参考にしたイラスト。太ももの上部は骨格が外側にあるため、内ももの肉が沈み、影の面積が広がります。ハイライトを入れる場所が左と右で全く違うところがポイントです。3D デッサン人形は手軽にポーズをつけられてトレースができる便利なツールです。さらに姿勢や骨格の修正をしてあげるとより魅力的なイラストに仕上がります。ぜひ試してみてください。ご視聴ありがとうございます。お絵かきに正解はありません。どんどんアレンジを加えたり、自分なりのやり方を見つけて完成イメージに近づけてくださいね。それではお疲れ様でした。